演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの西野さんで仕立てたスーパーオットットを食べたいと思います。先日のローソンのプライベートオットットはまた違った雰囲気になります。なんだか穴が開いていますね。どんな感じなんでしょう。さあ、まずはご対面。おお、大量ですね。見た感じ絵だけでなく実際に穴が開いていますね。ではいただきます。大人になる途中って感じでしょうか。だから穴が開いてるんです。先日のローソンのオットットと比べるとこっちの方がオットットとしての食感のイメージには近いような気がします。いや、近いけど守られていますね。ですが、あの穴が開いているのはよくわからないんですよね。なんでなの。お塩の名を有している通り、お塩の刺激はしっかりあって美味しいただくことができました。ちょっと通常のオットットより塩気が強いのでお子様には向かないかもしれませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。えん、やって、へいえん。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。